ビート、たけしのお笑いウルトラクイズは、1989年1月2日から1996年4月6日にかけて日本テレビ系列で放送された特別番組で、ビートたけしの冠番組。2007年1月1日の20時30分から3時間の正月特番として11年ぶりに復活したロケ地の一つ、スパリゾートハワイアンズロケ地の一つ、 熱海温泉日本テレビの看板番組だった史上最大アメリカオーダンウルトラクイズをモチーフとしたお笑いタレント版クイズ番組としてスタート芸人数十人を集め熱海やスパリゾートハワイアンズなど関東周辺の温泉地に宿泊しながらロケを行いクイズで体力、知力を競い優勝者を決する番組であるたけしは本番組の目的を 売れない芸人をテレビに出してやることとしていた。たけし自身も本番組がかなり気に入っていたらしく、週刊、文春の連載で、おいらの一番大好きな本番組の指示が振るわない、ことを嘆いている。放送回数を重ねるたびに、クイズ番組という本誌から大きく離れていき、例えば爬虫類での過激な度胸試しといった1980年代の、ザガマンや、ザ。 仕事を彷彿とさせる内容になったり、プロレスラーとの対戦やスカイダイビング、爆破、カースタントといった過激で無茶な企画に挑まされる芸人たちのリアクション芸に重きが置かれるようになる。過去に実績を残した芸人数名が毎回ターゲットとなって勝ち残り、問題に応える手段あるいは問題に不正解した罰として過酷なゲームにチャレンジさせられ、残った一人が 優勝セレモニーという名の罰ゲームに挑戦させられるという様式日が完成された。優勝者には賞金と第6回から栄光の唐草模様のジャケットが贈られることになっているが、毎回何らかの理由をつけて与えようとはしなかった。実際には優勝者にはオーストラリア旅行などの海外旅行が与えられることもあった。また、 出演している話題の人物にちなんだ副賞もあった。第19回まではテロップはほとんど出さずに必要最低限に抑えていたが、第20回ではクイズごとに説明テロップがずっとついた状態で聞こえる言葉にもテロップがたくさんつくことが多かった。2006年元日の対象点では事実上あたり番組をそのまま復活した企画が多数放送されていた。そして2006年、 盛り上がりを見せていたお笑いブームと相まって約11年ぶりに復活となった。収録は12月後6日。放送時間は2007年1月1日20時30分 -2330 のゴールデンタイム枠。たけしの出演はもちろん不祥事発覚後、ニュース23を降番して以来テレビ等に出演していなかった山本もらがこの番組で復帰した。 復活版はディテールにわたって過去のプロットを着実に踏襲していたが平均視聴率は11.1%に止まった。スタジオ収録部分にて、たけしによって第20回大会の TV 放映未公開シーンを収録した DVD が発売されることが明らかにされた。出演者の出川哲郎によると番組出演料は2日間で10万円。この額は 第一線の芸能人としては、当時の相場より安い。さらに粉に落ちる、ローをかけられる、鳥持ちに落ちると出演料とは別に、数千円前後の手当がもらえ、収録終了後に、スタッフから現金で渡される、ほとんど出ている、ダチョウクラブは多くもらっていたと、出川は語っている。この番組を制作していたのは、渡辺プロダクション系の制作会社である、ザワークスだった。天才、 たけしの元気が出るテレビ。などでたけしとつながりのあるイベステレビ制作は、この番組においては、プロデューサーや一部ディレクターなどを派遣する程度の関与に止まった。よく比較、関連されがちであるが、本番組と元気が出るテレビとの関連性は薄い。元気が出るテレビの総合演出であるテリー伊藤も、スタッフ関与してはいたものの、当番組においては、演出には一切関与せず、 プロデュースのみに徹していた。2011年7月より、CS 放送の日テレプラスにて、第1回から順次再放送が行われている。ただし、第2回と第5回と第7回の再放送は予定されていない。また放送されている回でも、現在の社会規範などに沿わない企画や出演者は、映像のカットや加工が施されている。 本編の過激さからあまり語られることはないが、クイズロケ出場者が一堂に揃うスタジオ収録部分があり、女優審査員を集めてロケ VTR を見るというのが番組の基本的なスタンスである。とは言っても彼女たちは別に何の審査もせず、単なるゲスト扱いでバカバカしい VTR の内容に呆れてコメントするのが定番。ごくたまにクイズコーナーもあったが、 このクイズで競うことはない。出演した審査員全員にはなぜかお笑いタレントの優勝商品よりも豪華で金額の春多数の商品が送られていた。1996年春の会はスタジオ収録自体は行わなかった。宇ど鈴木のみ決勝戦での天の声形式で出演基本的にクイズというのは建前に過ぎず回答の正誤よりも 芸人としてのリアクションが重視される。そのため優勝者は、大抵目立った参加者や芸人として、美味しかった参加者という傾向がある。カースタントや火薬を使って爆破させる企画が多く、芸人たちが体を張って挑戦した。爆破クイズバス釣り下げアップダウンクイズ、石倉サブロークイズ対決もの大脱出もの、ワイヤー釣り上げもの先輩、後輩ものお色気もの家族。 恋人同席もの空中パラシュート受け取りクイズ、大接近。ワニクイズ闘牛児読み、クイズバンジージャンプクイズでの収録、人間水車クイズネットイントロクイズドレミファポン、リュックサック爆破クイズ愛車破壊クイズ、政治家クイズ大日本一決定戦を好み、園芸アワーポール、マキウビパッチンクイズ定期的、開催時内休止期間中、第20回、第432回のように、 でたらめな放送回数が番組タイトルに含まれるのが名物であった。ひねった地名やマイナーな箇所などを意図して開催することがある。系列は第20回放送時のもの。ありがとうございます。